います。じゃあお客様に、えい、よろしくお願いします。はい、よしよ、怖い。構え。お願いします。Yeah.
続きまして、よさこい秘書の皆さん、曲目は風となれ花となれ。それではお願いいたします。皆さんこんにちは。よさこい秘書二曲目の演舞となります。そして引き続き私に若部花の舞さんの高ちゃんにお願いしてあります。そして風となれ花となれ、これは諏訪地方のよさこいの総踊りの曲になります。そして今回初披露となります。ちょっと緊張していますが頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
続きまして有心の皆さん、曲目は悠久の風。それでは有心の皆さんお願いいたします。有心2回目の演舞になります。今回1回目と同じ悠久の風という踊りを踊ります。こちら息子が、先ほども言いましたけど息子が作った曲になっております。精一杯演舞いたしますので、ご声援のほどよろしくお願いいたします。Thank you.
もう一度盛大な拍手をお願いいたします。はい、生演奏ということでギターの演奏を聴かせていただきました。ありがとうございます。それでは次のステージはイフの皆さん、曲目は髪型、それではお願いいたします。髪型でした。ありがとうございました。それでは続きまして、真壁桜の舞の皆さんです。曲目は黒田
サンタさんの格好でまた来てくださいました。元気。会場の皆さん、改めましてこんにちは。じくじくじくじゅでおなじみの真壁さくらの舞です。私たちの、最後の曲は黒田官兵衛という曲なんですが、NHK 大河ドラマでもおなじみですね。私たちも7年前にこの曲をやったんですが、人数が少なくなりましてしばらく踊ってなかったんですが、今度ちょっとリメイクしまして、新しい黒田官兵衛、まあそうは変わってないんですけどね、やってみたいなと思います。で、旗の方は手作りでございます。何度も同じこと言います。それでは参ります。踊り子、会場のお客様にレイ。よろしくお願いします。はっ。戦国の世に天下人にも恐れられた男、乱世の世にあって類まれなる才気、天下太平の世を願う。その名は黒田官兵衛、またの名を軍師官兵衛、ここに献参。
たね、桜の舞の皆さんでした。今一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。曲目は黒田寛明、はい、力強いよさこい、ありがとうございました。続いては牛久鳴子会勝負の皆さん、お願いいたします。曲目は神の雫。牛久鳴子会勝負の皆さん、それではマイクバトンタッチいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。会場の皆様こんにちは。こんにちは。牛久市から参りました、牛久鳴子会勝負でございます。本日ね、最後の演舞になります。元気いっぱい踊りますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。構え、文明開化、近代黎明の時、葡萄より生まれし神の雫に利用され、ひたむきにただひたすらに挑戦した一人の男の熱き物語。
会勝負の皆さんでした。ありがとうございます。それでは続きまして共演の皆さんです。それではマイクをバトンタッチいたします。よろしくお願いいたします。ゆみちゃんありがとうございます。それでは共演入場。エッサホイサエッサホイサ、はい、私たち共演2回目の演舞となります。曲はガッサン山形に、あ、間違った、すいません、ガッサン月の山に歌えです。この曲は山形県初の総踊り曲になっています。総踊り曲なんですけれども、結構激しくてかっこいい踊りとなっていますので、皆さん覚えられる人は覚えて次回一緒に踊ってくれたらななんて思います。そして、共演、私たち旗を持っているんですけれども、1部目は旗の方を触れることができなかったんですけれども、2部目は金賞会錦北蓮華さんの旗師の陽さんに、旗の方を振っていただき、すみません、旗を振っていただきますのでぜひ旗の方にも注目してみてください。で、私たちの旗、おみたま市をイメージして作られていますので、ちょっと皆さん旗を見ていただいて、小川、みのり、たまりが合併されて作られた旗なので、ちょっとそこら辺を注目して、どこのものなのか、何が描かれているのかをちょっと注目してみていただけると、おみたま市が想像しやすいのかななんて思います。ありがとうございます。それでは共演演舞させていただきます。
陽さん、ありがとうございました。曲目は合算月の山に歌えでした。それでは次のステージ、アクトの皆さんです。アクトの皆さん、曲目は春夏秋冬。それではアクトの皆さん、マイクお願いいたします。はい、千葉県は旭市から参りましたアクトと申します。一部では手拍子足拍子ありがとうございました。二部では、オリジナル曲春夏秋冬という曲をやらせていただきます。この曲、2023年、チームとしては、最後の、踊り納めの曲となりまして、この曲の中でも、ありがとうという気持ちを、たくさん込めて、作り、そして踊らさせていただきました。今回も、今年の、踊り納め、ありがとうを込めて精いっぱい踊りたいと思います。それでは踊らせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。春、夏、秋、冬、ぬくまりる、アクト2023春夏秋冬。あ、
客様に感謝の気持ちを込めてありがとうございました。ありがとうございました。アクトの皆さんありがとうございました。曲目は春夏秋冬でした。それでは続きましてよさこいダブルシックス、成田市からお越しいただきました。曲目は石狩ソーラン。本日は6で、6人本来いるそうなんですが、ちょっと今日5人なんですよね。それでスペシャルということで先生が参加ということで、それではお願いいたします。
それでは旗の共演、曲目は千本桜、どうぞ皆様拍手でお迎えください。お願いいたします。
ありがとうございました。旗の共演でした。曲目は千本桜。迫力のある大きな旗でたくさんの旗が勢ぞろいして、見応えありましたね。はい、それでは続いて、先ほど出演していただきましたよさこいダブルシックスの皆さんです。成田市から来ていただきました。曲目は鳴子花。先生とねコラボレーションということで本日は楽しんで皆さんもいただきましょう。それではよさこいダブルシックス、曲目は鳴子花、よろしくお願いいたします。
とうございました。よさこいダブルシックス、曲目は鳴子花でした。ありがとうございました。それでは次のステージは金賞会錦北連歌、こちらは曲目が変わります。神栖の曲ぶっちゃけデイズ、はい、ぶっちゃけデイズお願いいたします。すぐお隣の神栖市なものね、ぶっちゃけデイズを盆踊りに行きたいと思います。結構皆さんもね、神栖市っていうと9月にぶっちゃけ祭りがありますけども、そちらの総動員曲ねご参加されている方も多いので、さあどうぞどうぞ前へ前へどうぞどうぞ前へ前へ前へ、はい、もう思いっきり踊って、あかわいい行きたいと思います。はい、よろしいですか。はい、なんとなくなんとなくマネマネでマネマネで、あじゃあ行きましょうかね。はい、ではぶっちゃけレース行きましょう。お願いします。
そうだよ、大丈夫忘れちゃいます次の曲はジャンボリーミッキーのショートバージョン。ショートバージョンちょっと真似真似で、ちょっと若い子前へ前へ、うん、ちょっとね短くしてあるからぜひぜひお願いします。そのためにサンタガールしてきたようなもんだね。ぜひぜひ真似真似で、そうそう、こんなしてれば大丈夫、こんなしてれば大丈夫、うん、全部はやんないから、ジャンボリーミッキーって、ああぜひぜひ行きましょう行きましょう、さあやっちゃいましょう、はい、あら、お疲れ様です、じゃあ、そうだね、そのためだもんね、そのために来てきたんだもん、はい、行きましょう、ではジャンボリミッキーどうぞあ、おいで、ちょっと、あ、秋山さん、前の会社もなっちゃんもやろうよ、ブンブン、お待たせいたしました。僭越ではございますが、私が訪問をやらせていただきます。よろしくお願いします。それではその他に訪問お願いします。ミラノス、ご高い控えよろ。さあさあ皆の衆、面を上げ。
最高ありがとうございます。さあ残すところ1曲になりましたね。なんちゅうソーラーも朝のに MC をがっつりお願いしたいと思います。はい、校門で全力で踊った、もうすごい笑顔いっぱいでね、業務連絡、業務連絡、なっちゃん、なっちゃん、現場にお戻りくださいと共演の皆さんより声がかかりましたのでお願いします。はい、はい、大丈夫ですかね。はい、今の校門、はい、茨城の総踊り、はい、全力でね、皆さんの笑顔が素敵すぎてね、もうちょっと息も切れている中ではあると思いますが、はい、楽しいですね、はい、で最後に踊る曲は、どこしょうどこしょう、ソーランソーランでおなじみですね、南中ソーランで、今年の祭りだわっしょい締めくくりたいと思います。2023年、勢いよく終わって来年に続くように、はい、踊り子、果たし、MC、あとチームの皆さん、気持ちを込めて踊りたいと思います。大丈夫、ちょっと息整えてからにしますね。いける、大丈夫、大丈夫、いける、 OK。 あ、ちょっとさっき呼び出ししたなっちゃんです。はい、参加してくれちゃうなと思います。待ってました。はい、いいかな、どうかな。はい、で、踊りに加えてもちろんその旗師の旗の演舞もね、もちろん見どころで、はい、いいですかね。じゃあ今年最後の、祭りだわっしょい、最後の1曲、精一杯気持ちを込めて南中ソーラン行きたいと思います。では南中ソーラン構え、はい、オランダ滝尾のソーラ
マラソンにね、小江戸マラソンを走ってから来た人、すごくない？2人、このお二人、なんてすごいの、10キロよ。ね、大丈夫ですか？あ、はい、はい、なんていう素晴らしい体力。大丈夫ですか？了解、了解。はい、ということで、今日、ありがとうね、神奈川県の方が来てくれたまゆみちゃんです。ありがとうございます。本当にいつものね、一緒に踊ったりのお仲間で、嬉しいです。由美先生が由美ちゃんって呼んでいいよって言われたので友達感覚で来るんですけど、いつもあ、こんなに偉い人だったんだって思います。全然ない。由美先生のおかげで皆さんと一緒に踊らせていただけてとてもありがたいです。ありがとうございました。ありがとうございます。私が疲れ果てた時、遠征に行った時、由美ちゃんが優しくね、お風呂に入ってっていいよって言ってくれるの本当にね、ありがとう。本当に命を救われましたそんな感じですね。あれ、美人の妹ゆうこちゃんです。いえ、とんでもございません。今日も楽しく踊ることができました。いつもありがとうございます。主催者のゆみさん、ありがとうございます。こちらこそ、とても楽しかったです。ありがとうございます。はい、じゃあ共演さん、なっちゃんはどこにいるの？今日は水木、あれ、いやいや、帽子かぶったら雰囲気変わっちゃう。なんか真面目な構成で、一発構成でだけ。どうぞ、はい、一言。ね、いろいろ今ね、頑張って。今日はありがとうございました。はい、ありがとう。仕事忙しかったんでね。ありがとうね。すごい構成ね。ね、ありがとう。で、朝の、あれ、朝の、あれ、よっちゃん、朝のよっちゃん。隠れちゃいました。はい、私事ではありますが、今日のイベントで、代表を降りさせていただきます。しかし、はい、しかし、アクトはやめませんし、来年以降も、アクト、活躍引き続き頑張りますので、来年以降もよろしくお願いいたします。はい、本当ね、長く代表できたのもここにいる皆さんのおかげで、メンバーもそうですけどね、はい、いい仲間と巡り合えたなと思います。はい、また来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。こういうね、ちょっとしたアイテムをさらっと用意したりね、本当に素敵なのね、これからもよろしくね、お願いします。はい、マリちゃん、お待たせ。私のお姉ちゃんです。長女のマリちゃんです。真壁桜の舞の代表の親方でございます。はい、今日はすごく楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。
なんか一言私にしゃべりたいって。来年も元気に踊れるように老体無重って頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったので、また今度も来たい。よかった、ありがとう。待ってます。ありがとう。はい。今日は一日ありがとうございました。楽しかったです。またこのお祭りに参加したいです。嬉しい。よかった。ありがとうございます。ね、またいらしてくださいね。ありがとうございました。なんでなんでなっちゃう、一言。だから。本当にいいの？もうみんなお疲れ様。ありがとうございます。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。共演半年ぶり以上のイベントに、携わらせていただいて、やっぱりよさこい楽しいなって改めて思いました。今日参加できてめちゃくちゃ良かったです。また皆さん、ぜひこの場で、この場じゃなくてもどっかで必ずお会いしましょう。そしてまた来年、また笑顔でお会いできる日を楽しみに待っております。ありがとうございました。ありがとうございました。大好き。元気元気ね。よし、ちょっと待って、あそこに一人、もう一組だけ、イフっていう名前をつけた2人ですけどもね。はい。今日は楽しくよさこいできて本当に良かったです。ありがとうございます。ありがとうございました。久しぶりにね、よさこいをね、参加したうちの子たちですけどもね。はい、ということで今日は本当にありがとうございました。最後にお客様に感謝を込めて、みんなで一度礼で締めたいと思います。はい、お客様に礼、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。風邪をひかないようにね、汗が結構ね、皆さんも出てるので、体調に気をつけてお帰りくださいね。ありがとうございました。またお会いしましょう。来年の2月3日、ぜひ長寿さんにいらしてください。節分の日のイベントがございます。ぜひ今日ご参加のチームさんもよろしかったら、ぜひよろしくお願いします。名司会の文さん、ありがとうございます。ありがとうございました。昼間はね、暖かかったんですが、そろそろ寒くなってまいりました。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。皆様、以上をもちまして、日本舞踊よさこい祭りなわっしょい、すべてのプログラムを終了とさせていただきます。忘れ物などございませんよう、お気をつけてお帰りくださいませ。また来年お会いいたしましょう。なおね、引き続きこちらの道の駅いたこ、皆さんね、お買い物して食べて帰ってください。はい、ありがとうございました。